キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日はジャイアンツでございます、はい、ジャイアンツね、うん、まあでも、うん、ピッチャーでしょ。ピッチャーですかね。ピッチャーだけど、でも、まあ、戸郷でしょ、はい、菅野でしょ、うん、山崎伊織、うん、赤星も良くなってきた、うん、グリフィン、うん、多分グリフィンは来年もいるやろ、はい、こう間違いなくね、うん、まああと横川なのか、うん、で井上が伸びてくるのか、うん、メンですね。あと、あ、メンです、メンですいいもんね、うん、メンですですからね、うん、何気によ先発いるよな、若いのも今年、うん、赤星もね、最初ダメだったけど今めっちゃいいし ね、うん、で山崎よりは、まあ、なんとか2桁勝たしてやりたいけど、うん、1年間通してね、良かったし、うん、だからもう菅野が4番手ぐらいだといいローテーションだね、うん、で、戸郷もいて、で、グリフィン、で、メンです、うん、で考えたらそんな絶対っていうところじゃないよな。どっちかっていうとリリーフやな。でだって野手もよ、まあ大城でしょ、まあ、サードが坂本でしょ来年、うん、セカンドショートが門脇、うん、でセカンド吉川で、ファーストがちょっと岡本なのか岡本がレフトなのかによってちょっとね、うん、そこが流動的で、まあ丸はまだいるでしょ、秋広、うん、梶谷、うん、外国人、うん、いやなんで B クラスなんやろな。巻き返した方ですけど、序盤もっともうなんか再開あるかもぐらいに停滞してる時期ありましたからね。なんか坂本がサードになってからなんかまたいい感じになってきてるね、うん、守備もうまいしな。あ、やっぱ結局20発ってますからね、うん、やっぱ坂本選手大きいですね、いるいないで。だからいやそうなってきたら、うん、でもやっぱ先発も一番欲しい感じはありますよね。先発がやっぱり、そしたらよ、うん、高校生とか行くんじゃん、即戦より。即戦行くかな。いや、やっぱりでも去年浅野くん、でも野手だから、これは僕ね、うん、僕のこれはもう意見ですけど、うん、やっぱ原さんもそろそろ結果出さないやばいと 焦ると思うんです。これが B クラスだから、うん、ってなると来季の優勝が必須になってくる、うん、そうなってくるとやっぱりほぼ終盤に来ても8回で菊池が投げて壊れたり、体勢があんまり一発しない、じゃあパワー系かだと思うんで、これ先発もしくは長ついけるようなピッチャーもまた行くと思うんですよ、ね、私もなんか即戦力でもローテーション入れるような、うん、いいピッチャーに行きそうな気がするんだよな。でもローテーションもさっきも言ったけど、そんな無理にいらんやろ、勝つだけはいるやんってなったら、もうリリーフもできるパワーピッチャーじゃん、手立ってきたらもう絶対右になるな。はい、だからあの選手なんですよ。あの選手の、はい、もう外れ1位なんで僕分かってるんで。へぇ、はい、ジャイアンツだけは。でも先生はもう絶対この人みたいな人がいる。思います。へ、間違いないです。はい、間違いない。はい、どうぞ。言います。間違いない。じゃあ外れチーム行っていい？いいです。お、第1回選択希望選手、読売西舘勇陽。投手、中央大学。中央の。うん、はい。おお。花巻東出身ね。はい、うん。やっぱリリーフ候補として。うん、球力あるし。うん、もう一人。はい、もう一人。はい、もう一人。うん、もう一人いるんだよ俺、はい、権田流星、うん、TDK、 うーん、上田西から明星大学です。うん、はい、152キロ、抑えもできます。じゃあ先生どうですか。はい、いきますね、はい、僕の、うん、第一の選択希望選手、うん、読売、うん、常広ですね。青学、青学の、はい、うん、僕はこれ多分常広くん一択だと思うんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、で下村くんもいいんですけど、下村くんだったらやっぱ先発かなっていうところで、うんうん、常広くんはやっぱり6本もいけるっていうところを考えると、うん、今の課題にぴったりだと思うんですよ、うん、で僕は青学の試合を見に行った時も、うん、桑田さんまで見に来てたんですよ、うん、桑田さん、そうだ、私見た時も桑田さん来てた、桑田さんが来てたってことは、うん、やっぱり青学に対しての思いが、うん、その選手を見に来てるのも間違いなくて、うん、でとうとうの神宮の試合も水野さんもいっぱいスカウトできてたんで、うん、この熱の入り方を見ると、うん、僕は青山学院のそのピッチャーも行くんじゃないかと、いや、あの思ったんですよね。桑田さんもとうとうの見てたじゃない、はい、あと大学選手権か見に来てて、で常広くんも良かったけど下村くんめちゃくちゃ良かったじゃないですか。多分常広くんに結構集まりがちな気がするから、下村くん行く可能性も結構あるんじゃないかなって気もするんですよね。ジャイアンツは強豪行きますよ。そうね、確かに行くよね、よ、ジャイアンツは。で、去年だからもうくじ引かないように、うん、もう、はい、西立て込んで、はい、中央で、うん、僕は外れ1位西立て込んです、うん、もう、しんのすけの後輩で、はい、で沢村もいたしね、うん、
長野長野、うん、西舘亀井、うん、西舘雄飛くんの方ですよね。西舘光太くんもいるんで、雄飛雄飛くんの方ですね、うん、重要です、うん、これは正直下村くんとか常宏くんが出る前の、まあ、ナンバーワンでしたね、うん、ジャイアンツも行くと思ってます、うん、だから僕外れ1位は西舘くんだと思います、うん、長野、はい、西舘くんを実際見に行って思ったのが、うん、実際に話とかも聞いた話でいくと、うん、変化球がすごいんですよ、うん、だからどちらかというと先発とかに使いたいんじゃないかなという、うんうん、とにかくジャイアンツを狙ってると思うんですね、うん、あと俺ドラフト3位いいんだけど、もうサイン、もうサインドラフト3位いやだって1位、2位は赤浜さん1位よ、あ、私、ね、下村くん行くんじゃないかなって俺3位いるんだけど、うん、もう3位ですか、うん、いや3位ぐらいで取るかなっていう、3位ぐらい取りたい、うん、3位ぐらい取りたいやついいんだけど、はい、2位飛ばしてね、うん、2位飛ばした、はい、清水力人、うん、投手日本通路、うん、おう後ろ後ろ後ろの方で3位、3位どう、いいやろ、いい線やろ、3位何気に、うん、後ろでやっぱ後ろだったら僕ね東芝の久米君とかもいいと思うんですよね、うん、帝京大学、うん、サイドぐらいで帝京、あとはそうやな、ポジションとしてはピッチャー行って2位にどのぐらいの感じのポジションですか。ピッチャーピッチャーでもいけるな、ピッチャーピッチャーか、ピチャピチャ、右左で取れたら大きいですね、うんうん、いい1位2位でじゃあ右左、野手はねやっぱ門脇が出てきたのがでかいんだよね、うん、秋広とね、うん、野手でいいのおるんですよ、ぜひジャイアンツで進めたい、うん、何がいる、下位で取れると思うんですけど、うん、正直一番欲しいっていうか一番お勧めしたかった選手なんですよ、うん、これね厚生学院の中澤くんって、うん、背番号6、うん、坂本勇人2世って言われてる、へー、大型野手として言われてて、うん、打ち方も坂本勇人そっくりなんですよ、へー、ショートと思って、普段もショート守ってるんですけど、うん、やっぱり甲子園にも出てきたし広角に打てるっていうところで、うん、で坂本勇人、うん、一緒にサードで、うん、ノック受けて、うん、教えてもらって、うん、でこう育っていけば、うん、坂本勇人が抜けた時に、うん、パッと入れると、あー、まあもう後釜っていうところでね、後釜っていうところで僕はジャイアンツ取ったらどうかなと思って、うん、中澤君いいね、何位、 5位余ってんの、俺、4位いんねん、4位いるんですか、うん、もう決まりようじゃないですか4位4位いるんすか、うん、第4回センター希望選手予備売り萩原義明、おー、保守流通経済大学、いい、おー、めっちゃいい、キャッチャー、いや、キャッチャーも多分いるね、うん、今すぐにはいらないけど、うん、5人しかキャッチャーいないから、はい、で、最近来てんのが岸田じゃんね、うん、やっぱもう1枚ぐらいいるから、うん、やっぱり正当な評価していくと、うん、小林もう伸びしろないや、今うまいとかヘボいとか言ってないよ、もう多分伸びしろないから、うん、こっから急激に何かがすごい良くなっていくこともないじゃん、うん、でまあ大城が不動の今キャッチャーだね、で岸田が次に伸びていってほしい多分、うん、じゃんね、はい、で山瀬来たと、まあ、若い世代国会下積みしてってなった時に、うん、まあ、もう一人いんねん、うん、キャッチャーちょっと少なすぎるから、うん、こう怪我とかした時困るからね、うんうん、出会った時にこの萩原くん、うん、なんと東海大相模だから、おお、これどう、4位いい線いってない、ただね、うん、ちょっと注文してていいですか、うん、ジャックロッテが出てくると思うんですよ、千葉ロッテジュニアなんですよ、このロッテはいらない、いやで、いらない、松川どうにかしなきゃいけないわけやろ、いや、ロッテは大丈夫です、ロッテの傾向言っていい、うん、あのロッテジュニア取らないがちだから、ですね、うんうん、まあ、あの池田とかロッテジュニアなんだよね、うん、だから取ってる選手もいるんだけど、はい、なんか他チームで活躍しがちっていうところがあるんだけど、うん、めっちゃ打つっすよ、バッティングめっちゃいいっすよ、左バッターで、うん、ジャイアンツいいよな、いいところだからジャイアンツ必要ですね、キャッチャーさん、はい、4位、うん、4位、うん、いい、うん、でこの子多分ね、スペアの気分にそこで守備コンバートしてもいけると思うんですよ、もともとだって保守内野のスーパーサブだったんですか、うん、そうなんです、そうなんです、うん、で大学生から保守に専念して、うん、キャッチャー取った方がいいと思う、一人、うん、でも上位でとかじゃないから、うん、まあ、4位ぐらいで、はい、だからピッチャー行って、うん、1位ピッチャー、2位ピッチャー、うん、さっき3位に誰出てましたね、3位ピッチャーいや、そんなピッチャーいる、でもそんなピッチャーいる、そこまでいらんくない、1人野手は欲しいかな、外野は、まあ、岡田、ね、浅野、うん、で、萩尾、うん、ここら辺がね、まあ、伸びてきてくれれば、うん、っていうところの望みはあるよね、でも内野めっちゃ多いんだよね、2位でも、もういい内野、いい内野取ろうと思ったら2位で行かなきゃいけないよ、数少ないから内野取ろうと思ったらもう早めですよね、うん、
しかも内野が外野かって言ったら内野やろ。内野です、ね、それこそ、うん、それこそこれじゃ、うん、渡来優樹、それこそエネオスの、うん、それこそね、うん、丸とかももうなちょベテランの域入ってきたし、うん、じゃあ例えばですよ、多分渡来君はドライチって行かれると思うんで、うん、1巡目が外れて2巡目も外れた場合、うん、外れ外れで1、もしくは2、渡来に2、 2まででも残ってないんですよ。残ってたらラッキーですよ、うん、それがいいバッター、いいバッター、うん、1位ピッチャーの2位ぐらいにいいバッター、いいバッター、内野手で、3位に社会人ピッチャー、はい、で4位キャッチャー、キャッチャー、これやろ、いないの、袴田枠いないの、ちょっと有望株がいんのいるんですよ、うん、ちょっと前回の動画でも一瞬名前出たんですけど、うん、日本ウェルネス宮城の大内誠也君というピッチャー、まあ、ミニピッチャーなんですけど、あのこと投げ合ったでしょ、あ、そうです、今野君と、はい、今野君と、ね、対戦してたんですけど、うん、191cm77kg、うん、まあすごいこう、うんうん、でマックスは144kg ってまだまだこれからなんですけど、角度のあるストレートスライダーフォークで、うん、まあ、あのスカウトがでも結構こぞって見に来てるんですよ、うん、まあ、でかいからな、ポテンシャルあるよ ね、はい、ね、角度が上がるこう、ね、球が投げられるので、うん、で巨人、ヤクルト、西武、楽天あたりがまあ見に来てたらしくて、うんうんうん、で、まあ、まだまだ体は細いけどこれから楽しみと、で変化球もいいのが投げてると、うんうん、で伸びしろがあるっていうことなので、うん、なんかジャイアンツ好きそうかなっていう気がして、うん、だからもうひょっとしたら育成枠もあるね、うん、が6位とか7位とか、うんうんうん、その辺で、で、うん、プロ志望届ももう提出済みです、うんうん、これでジャイアンツ入ったらすごいね、袴田リサーチが、はい、ちゃんとジャイアンツのスカウト来てるんで、おーおー、はい、まあ、かんという感じかな、はい、だいたい取らなきゃいけないポジションの人たちは、うん、そうですね、あと最終判断はね、うん、あの13回目の動画で、はい、最後の発表の発表になるから、第1回戦という気持ちでしょ、聞くからね、実際まだあのこの動画ドラフトの1ヶ月以上前に撮ってるんで、ちょっといろいろ状況変わってくるじゃないですか、うん、でも選手の状況は変わんないからね、プロ野球志望届出すかどうかだけど、それですね、あとチームの情勢も変わんないから、まあそれはありますね、はい、うん、もう今年1年間のところを見てきてたから、はい、まああのほぼほぼね、うん、チーム分析はもうそうそうそう、だって役割決まってるから、はい、役割は俺が、うん、あのポジションの足りないところを語って、はい、で袴田さんが地元枠、はい、あの母校、うん、母校枠を語って、はい、推しの選手ね、選手ファン目線として誰かお願いしますっていう感じなんで、ああああ、で先生がアマチュア担当だから、はい、これも役割分担はっきりしてるから、ね、先生めっちゃ試合見に行ってますよ、とうとうのリーグ戦見に行ってたらしいから、はい、スカウトしてきた、ね、スカウト朝からはね、で一生懸命見すぎて、横誰がおる気づかなかったんですよ、パッと見たら矢野さんでした、矢野天一、そうなんだ、日本ハムスカウトですね、そうなんだ、一緒や、声かけた、さすがにかけないじゃないですか、かけれるやろ、僕ちょっとちゃうのはそこだから、これ選手に直接声かけに行くからね、うん、裏で俺ちょっと2番手ぐらいの声、うん、話を聞いたら全部教えてくれます、へえ、そうやって情報集めて、素人やね、球団スカウトがいる中で、外町チャンネルスカウトがいるんですよ、うん、そうなんですよ、それも面白いですか、うん、そのうちお母さんと並んでたのかなと思って、うん、でもね、来年はぐらいはもっと育ちたいなと思ってます、うん、去年からちょっと調子乗って、ちょっと球場行きだしたじゃないですか、うん、今年もやっぱりこれで、このために全勢力で、うん、行ってきた、行ってきた、で来年ぐらいからもっと行ったのって、うん、国越えたのかなと思って、台湾でも台湾に行くときはもう取ってきてな、はいはいはい、まあ、ということでジャイアンツ、ね、ファンの皆さんどう思いますか、はい。